アリオ上田は、長野県上田市に立地するセブンアイホールディングスグループのセブンアイクリエイトリンクが運営する複合商業施設である。日本タバコ産業工場跡地に2011年4月21日にオープンした上田市発の大型ショッピングモール。上田市中心市街地活性化基本計画におけるまちづくり新拠点に位置づけられる施設である。 伊藤洋華堂のショッピングセンター業態、アリオとしては11店舗目となる。各テナントは伊藤洋華堂上田店で同年4月10日に閉店した上田店3月開店の後継店舗である。専門店のテナント数は2010年3月12日に行われたモール SC 開発から上田市長への説明では100店以上が入るとされていたが66店で開業し、 2014年7月時点では71点となっている。これまでオープンしたアリオの中では最も小規模ながら上田市発のシネマコンプレックスである東方シネマズも入居している。上田駅を挟んだ約1キロメートル離れた場所にイオン、上田ショッピングセンターがあり、競合するとされている。各テナントの一覧、詳細情報は下記の公式サイト、 フロアガイドを参照。ありがとうございます。